多いぞ、想像が。想像が多い。これは来たか。これ行くな。これは来ましたね。これ行くね。これは来ましたね。岩井さんもいい。岩井さんもいいですよ。これはこの曲で決まりそうか。ついに決着の時って感じですね。来ましたね、はい、ついにその時が。どっちかがね、どっちかの手で、はい、森あ太郎さんももう本当役満。あ、でもあ来た来た来た。太郎プロのチーソ出ると思うんだけど、どうするかな。いや、絶対泣かないと思います。形が整うんだよね。絶対泣かないと思います。岩井さんもパーピンを引き入れた。すごくくちゃくちゃしてます。手汗が相当なんでしょうね今。ねっちゃねちゃなんでしょうね今、おそらく。井上さんいい手なんだけどね。ねちゃねちゃしてる。岩井さん多分 今の段階では芸人忘れてるかもしれないですね。うわー、来た来た。いよいよ来たか、一まくり。あ、こっちも来ましたよ。岩井さんも負けてはいない。はい、この岩井さんのウースはどう反応する。これもまだ反応しない。いや、まだ反応しない。4000オールダメなんで。そうか、6000オールの手になる前か。はい、タンヤをつけば動くと思う。タンヤをチーズみたいになればいいわけだね。そうですね。要するにそんなにチャンスあるとは森山さんも思ってないんで。じゃあ今この手は確実にハネマン、はい、ハネマンですね。そうですね。もうこれを、ね、引けるか。引けるか。あ、引いた。すごい。これはもう面前でいっちゃうね。面前までメンチンいっちゃいますね。メンチンのバビーとしてはね、ぜひとも見たいところですよね。ちょっと心躍りますね。そうですね。チーソね、チーソ。そして知らない間に我々の暴行問題も収まりますね。結構もういい。おわ、来た来た来た。すごいぞこれ。これメンチンピンフでもいいんで、もうチーソ入れ、これは決まるか。最後の最後でこれを決めたら相当かっこいいことになるぞこれ。どうだ。うん、チーソーどうでしょう。チーソー場に2枚飛んでますね。場に、お、お、仕掛けた。あれ、仕掛けた。こっから仕掛けた。タンヤをの食い仕掛け。これウーソージャストミートになる可能性もありますね。さあこれがどう出るか。この食い仕掛けを見て、まあ森山さん若干焦るかもしれませんね。いや、ここまで手いってるんで逆に、あ、もう、うん、やりやすいんじゃないですか。チーソーは山に4枚ね。うん、すごく気合が入ってますね。ただあのフォーメーション組んでるってことはチーソー泣く可能性ありますよ ね、 ね、今多分結構、うん、相手が仕掛けたんで仕掛け返す。そういうことだ ね、 ね。じゃあウソポーンもあるってことか。そうです ね、 ね。いや、ウソポーンはない。ちょっと街悪いですもんね。ローソー三蔵ですもんね、確か。こっちも一応ね、トイトに変化したら、ああ、そうですね、トイトに変化したら、タンヤもつきますからね、はい、うん、さあどうだな。あ、こう止まった。ん、うん、止まった。泣きも考えた。これでいいんじゃないですか。これでこれで嘘切んじゃないですか。これで嘘切って、この嘘に反応するかどうか、はい、反応するかどうか。した、反応しましたね。3本これで直撃すれば逆転。まあ直撃は逆転。3層ローソーの、うん、シャンポンの天杯が入った。これは想像分かってると思うんで、うん、ね、ちょっとまあ出る可能性は当然ありますよね。太郎もこれ面本打ってますけど、うん、タンヤをかトイトに変化させたいよ。外はもう、うん、インパチだからね。倍直いけるのかな。太郎、太郎も、太郎はちょっと待ってください。243 いけますね。いけるね。倍直いける。はい、ハネマンでも大丈夫ですね。さあどうだ。三層ローソーがこっから出たら出た。まさかの直撃しました。ミラクルが起こった。12900 はあ、や